仙台先生見てください。小池先生がやってますね。あれ、ペーメントと人形の家は仙台先生、スターは島田さん、で野賀もは阿部先生。はぁ、すごい。どうやって回ってたんでしょう。人形の家はね、その前にやってるんですよね。やってるはずなの。それでね、私実はね、個人的なことなんですけれど、はい、お稽古に入ってからなんだか気持ち悪くてしょうがなかったらね、子供ができてたのよ。それでね、すみません先生って言ったらね、そうか、そりゃよかったねって言って、あの子供を下ろすことはできないけど、役は降りていいからね。うまいことをそれでね、あの私はだから休ませてもらったの。それで長男産んだんですよ。そうなの。それでね、あの何年、それ何年前だったかしら、ずいぶん経って、子供をもう、もう小学校に来たぐらいの感じよ。その時にね、何かの時に千田先生がね、あのパレヒトの会の研究所アクトでね、ブレケンブレケンって言って、はい、で私も子供を育てながら、なんか子供がいると芝居なんかこうちょっとできないから、随分とやってなかったんですよね。でもじゃあブレケン勉強行こうと思って、合い紙ちゃブレケン、そのうち先生、先生で金子何やりたいなんておっしゃるから、そんな言われても分かりませんよ。あの大山先生がね、あの役者はいい気になってね、何やりたい、何やりたいって言ってもね、成功したことはないんだって。それはただ自分がやりたいからってやるだけじゃね、あのいい演劇は生まれませんよっていうふうに先生おっしゃってたことがあったら、そうですよって言ったら、そんなことないよ、なんかないかなっておっしゃるから、あのそれじゃあ私せっかく人形の家ね、やらせていただく、はずだったのに、せっかく役つけていただいたのに やれなかったから、もしまだ今でもやっていいっておっしゃったらやりたいですって、いいよいいよやろうよやろうよになって、だけどすぐはもうレパートリー決まってるから帰れない、で1年ぐらいね稽古してた。みんなってそう 1年近くで、来年だったらできるよっていうので、それ今から勉強しようって。竹内徹さん、抜き稽古ですか。抜きもそうだし、集まれる人は集まってやろうって言って、川上夏代さんが凛で口、神山博さんの名前が登場しますね。クロクスタ、クロクスタ神山さんなんだ。すごい見たい。その生まれた子供が大きくなってたでしょ。それでママの芝居見るって言ったら、うん見たいって言って見たんだよね。そうしてなんか手伝いと一緒に来たかなんかで 見たらしいっていう。私でも楽屋とかそういうの一切ね入れないから、うち帰ったら、あのあらどうしたって母が留守番しててくれて、あどうしたのって、なんか知らないけどね、ただいまって言ってやっきり部屋に入ってね、ご飯も食べないで寝ちゃったのよ。病気になったのって言ったら、いやそうじゃないらしいけど、人形の家ってさ子供置いて出てっちゃうじゃなかった、だから自分が置いてかれちゃったってらしいのよ。あいつそうか、お芝居だけど自分のお母さんの本当に出てるからわかんなくなっちゃった。小学生ですよね。小学生、ま、一緒になっちゃった。10歳になるとね、10歳と8歳かな、8歳とかだから2年生とかだ。お芝居本当にお母さんになっちゃう。お母さんが出てるなと思ってお母さんが子供置いてちゃったっていうのを
客席で見ちゃった本ご本人辛いですねそれ見てたらやだなでもあれは違う人なのよってママがやったんだけれどあれは全然違う人なのよの話をしたのよって分かってても、ね、しばらく最近お家にいないで稽古場ばっかり行ってるなと思ってパッて見に来たらそういう場面になったんだよそれはショックだなそれそうだったのいやどっちが本物か分かんなくなっちゃって、いやそれがすごい面白いですね子供って大変ね大変ですでも千田先生時代の先端ですよねそんなことを、ね、あの降りることはあるけど子供下ろすことはできないけどって役を下ろすことはできる、うん、役を下ろす名言いやその名言は僕絶対チャンスだったら使いたいですよね何かでもしでもね結構そういう人 いたらしいのあ、そうなんですね、ただ大きい声じゃ言えないから、うん、黙ってるんでしょうけれど私知っているだけでも何人かいますよどういう具合でかは知らないけれどそれで芝居なんていつだってやれるんだからねっておっしゃってたから、うん、そりゃそうだありがたかった私言ってよかったってあれあその頃ほらまだ気がついたぐらいのところだったからね、はい、お腹大きくなかったけれどあのままやってたらだけど本当にね流しちゃったかもしれないね芝居ってすごい腹筋も使うし、ね、栄養だってこうちゃんと入らないから、うん、でどなたかはねもうお腹が少し大きくなっても舞台やってらした方いらっしゃったうん、ね、名前忘れちゃったけど、で、ちゃんと結婚して、俳優さん辞めてね、うん、なさったけど、うん、そういう方もいらっしゃった。真ん中に子供がいて芝居をするのってすごく大変だろうなと思う。そうですよね。出演歴も面白いですけど。ねえね、今この話してる劇場のスタートから知ってらっしゃる、ねね、もっとその前から知ってらっしゃる、ね、劇場立ち前から知ってるだけど本当女の平和でここがもうそれこそほら100人ぐらい死んだってあの時養成所を作るっていうことはそれはいろんな役者が増えていいことなんだけれどそれよりもやはり衛星劇団のようにして俳優座があってその周りにいつでも声かけたら一緒にやろうよって言ってどれだけでも大きな芝居もできるしそういう意味でもあったのよねで5つあの時卒業生が新人会、うんアンサンブル、うんはいそれから、仲間、青年座はね、違うんです。違う、そうなんだ。青年座はね、俳優座は翻訳ものばっかりで、私たちは創作劇もっとやりたいのに言ったけれど、そうそうはね、やっぱり劇団のそう、女の平和をやってる時にその話が持ち上がってあの方たち、中年の方たちが堀塚さんとかがそれで芝居をしながらでも楽屋でもなんかこそこそこそ話してるんだよね女の平和で青年座の始まり堀塚敏さん出てる女の平和それだで浜田がみんな出てるそうそれでアテネの施設って学名がちゃんと書いてあるの森塚さんとか山岡さんもそうですね楽屋で私たちは青年座ですっていう言葉を書いたっていうね話聞きましたよそれがこけら落としの女の平和それ私も
言われ、あ、そうですか。彼女さんも誘われたんだ。もちろん。全部に声をかけてたわよ。まあそう。こういうのやるからみんな来ないかっていう感じで。それは会場の中にいちゃできないんだから、ね、出てってやらなきゃダメなのよっていうみたいになっちゃってて。ちょっと怖かったよ。今どなたのモノマネしてる？山岡久乃さん。久乃さん。面白い。面白いって聞けないのこれなかなか聞けない話ですね。聞けないですね。ここにほら名前があって、確かに青年座の方の名前がちらちらある。そうで、そんな話してて出立ちした人もいたしね。出立ちした出立ちしたんですか？それで出立ちした。それまでは俳優座の所属の人たちだったってこと？もちろん劇団員、立派な劇団員でいい役も取ってやってらした方たちばっかり。私はね、そんなに、でも私元このメッセンダー先生なんかに襲われたいなっていうような、襲われたいっていうか千田先生に役つけてもらいたいなみたいなね、芝居やりたいって思ってたのに、出てっちゃったらもうそれできないんだったらなって思ってて、随分とどうなのどうなのなんて言われても、ちょっと待ってくださいってなんか兄がね、兄は外科医だったんだけれど、なんか私はどうなって、何ブス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 してるんだよって言ってご飯もろくに食べないみたいにしてた、なんだよって言うから、いや実は高校だって言った。それで千田先生が教わることの何もかも全部教わったのかって、そんなの教われるわけないよって言ったら、じゃあやめたら、教われないんだったら全部とにかく千田先生のおっしゃることが分かるぐらいまでいなきゃダメじゃないかって。なんか外科医っていうのはなんかそういう世界でもあるらしかったわね。自分もなんか肺外科だから肺病を肋骨くくって終わる外科だ自分ごとでね、すいませんけどそういうのがやっぱり先輩の先生がやってること全部見てはって取り入れるらしいのよね。なんか演劇もそうだと思われたのか、なんか結構でも悩まれてたってことですよね。そのそうだって楽屋でもなんでももうみんな口も聞かないしね。あの頃はね、3階にね、みんな入る感じだったの。昔の俳優座劇場だったよね。昔はね、その遠いところにね、